流行りから3週遅れと噂の草の人チャンネル。2年前に購入して放置していた超高派 FPS、エスケープフロムタルコフをようやくプレイ開始しました。ちょっと前にいろんな VTuber とかプロゲーマーがやってたよな。まあざっくり説明すると、うちのチャンネルがよくやってるバトロワとは少し違って、いろいろアイテムを集めながらマップの各所に設定された、脱出ポイントを目指していくゲームになります。現在は検問所に突如現れたレイドボス、リシャーラ軍団との戦闘中、ボスと変える感じのゲームなのか。このサングラスのナイスガイがボスのリシャーラさんです。このゲーム、マップ上にスカブという NPC キャラが複数存在しており、脱出を図る私たち PMC を襲ってきます。なるほどな。こいつらを倒しながら脱出するゲームなのな。コンピューターキャラ相手なら楽勝じゃん。こちとら何年 FPS やってると思ってるんだよって感じだよな。まあ、なんだよ急に出てきてうるせえな。佐藤よりも甘いその考え。小1時間説教するところでしたが、このゲームにおいて佐藤は高級品の当たりアイテムなので、特別に許してあげましょう。命拾いしてよかったな。なんだこいつら。このゲームには、スカブ以外には負けないと、豪語するプレイヤーが多数存在するほどスカブは強敵で、そのスカブのボス集団ともなると、このように、運よくこちらが前提攻撃することができ、さらには相当強い装備で全身を固めていないと、ベテランプレイヤー集団ですら簡単に壊滅させられてしまうのです。私はなんたって、今超高額装備に全身を包んでいますからね。現在霊夢さんが装備している装備の総額はこんな感じ、おおよそレベル10クラスの駆け出しプレイヤーの装備じゃありませんね。駆け出しプレイヤーだと装備額はどの程度になるんだ？大体武器が2から3万円。ボディアーマーが4万円ほどかと。何通装備してんだお前。おかげでボス集団と戦っても、右腕を完全破壊されただけで済みました。部位ごとに体力設定されてんの？頭や胸返しすると大体死にます。腕や足なら、こんな感じで外科手術キットで、自分で応急処置を行って、仮治療できるんですけどね。腕をやられたりすると、銃が安定して撃てなくなったり、足返ししたり骨折すると、もちろん走れません。さすが超高派 FPS だな。無駄にリアルなんだぜ。他にも銃弾は1発1発自分でマガジンに詰めなきゃダメで、もちろん1発ごとに購入して持ってこなければなりません。そんなことになったら私のガンマニウムは、もちろん弾幕プレイなんか言語道断。そんなことができるのはお金持ちの道楽ぐらいなもんです。でもお前すごい高級装備に身を包んでるって。レベル10になるとマーケットボードが解禁されて、他のプレイヤーとアイテムのやり取りができるようになるのですが、今日という日まで毎日節制に節制を重ねて溜め込んだ全財産をこの全身の高額装備に全てつぎ込みました。このゲーム、装備差がそのまま強さに直結しますからね。武器のカスタマイズにこだわれば、5万円の武器が60万円ぐらいに跳ね上がります。その分こうしてボス株とかを倒すこともできるようになるので、得られるものも大きくなりやすいというわけですな。なんだか FPS ゲームなのに RPG ゲームの話を聞いてるみたいだ。スキルレベルみたいなのもあって、上がると長く走れたり遠くまでグレネード飛ばせたりするので、不思議のダンジョンシリーズの FPS 版ってイメージが近いかもですね。持って帰ったアイテムを売ってお金を貯めて、敵から奪った装備で次の出撃に行く。なるほどな。そうやって強くなっていくことが目的のゲームなわけだ。いや待てよ、奪った装備って言ったか？そりゃ、こいつらの強い装備ここに置いてくのは惜しいですよ。せっかく倒したんですし、なるべくたくさん持って帰らないと。ボスを簡単に倒せたのは、こいつショットガン持ちだったんですね。やべえ。ボスの胸ポケットから、総額120万円ぐらいのアイテムが、これでもっと装備を強くできますよ。普段、こんなに楽勝に勝てることも珍しいボスから、とんでもないレアドロップまでしてしまうとは。完璧なビギナーズラックですね。やったー。いやちょっと待ってくれ、お前たち、これ勝てたのラッキーだったんだよな。まあ最大5人でパーティー組めるんですが、今回は2人だけ。私の場合5人で借りに行って、生き残りが2人とかになることもざら、右腕1本やられただけで、これだけの戦果は大金星ですよ。もしもだぞ、この戦闘でお前たちが負けてたらどうなってたんだ。勝って120万円のアイテムゲットはすごいが、お前150万円分ぐらいの装備してんだよな。そうですね、なんなら銃弾1発2000円超えてるので、持ち込んだ弾代だけでも20万円は硬いですね。まさかとは思うけど、お前これ死んじゃった場合、大変申し上げにくいのですが、基本的に全てロストします。いやなんかそんな気がしたんだよ。厳密には他のプレイヤーに奪われたらロストですね。ですが、この高額装備ですから。強い装備なら勝率が上がる。だが負けた時の失うもののデカさが半端ないわけか。ちなみに私今回無事帰れたら120万円ですけど、出撃処刑費さっ引いたら、80万円ぐらいしか残りませんね。そして現在それが全財産となります。装備グレードもう少し落としたら？いやいや、俺無事帰還したら、このヘルメットに、念願の暗視スコープ装着するんだ。暗視スコープだけで20万円ほどになります。初心者の全身装備代超えてるじゃねえか。もうマジで早く無事帰還してくれ。
いや、そのお前のパーティーメンバーもさっさと走れよ。この人はですね、ボス集団から死ぬほどアイテムが滅った結果、総重量が70キロ超えになり、全速力で走ってもこのスピードなんですね。歩いてるお前に追いつかれてるじゃん。この状態で敵に見つかると正直かなりヤバいです。断捨離させろよ。ボス集団の装備は上手いからね、仕方ないね。こうして伏せた状態で移動すると、スタミナ回復しながら動けるらしい。もう完全にカメなんだよ。周りで他のプレイヤーがバチバチにやり合ってるので、早くここから脱出したいですね。この後、なんとか脱出ポイントまで這い出すことに成功した。やったー。念願の暗視スコープを手に入れたぞ。これがあれば、暗い夜道でも相手を捕捉しやすいし、ああやって、ライトをつけて歩き回って、敵に一方的に見つかるリスクも減らせる。いや、これ結構暗いな。暗視スコープないと、動画だと何も見えないレベルじゃ。高かったんだからねー。よし、これで敵から装備奪いに行こう。戦場は夜のショッピングモールを選びました。崩壊してるとはいえ、残念ながら屋内では暗視スコープが、必要になるほど真っ暗というわけではないみたいですね。ちなみにパーティーメンバーは先ほどのカメと、撮影班の雨降りの計算名、プレイヤー集団と接敵、キバストアという武器屋に3名以上確認しました。ついに EFT の動画で対人戦が見られるのか。さっきはボス集団を一方的に勝っただけだったからな。総額180万円装備の実力見せてやりましょう。前衛を担当してるのが夜派、後衛に雨降りだな。私は50連マグの SA58 で中衛となります。右の警報が鳴ってるお店がキバストア、立てこもってますね。ちなみにこのゲーム、グレが近くで爆発するとほぼ即死なので、立てこもりが圧倒的に強い。夜派、ちょっと待って、何があったの？死んでる？己欲も夜派を。え、なんで死んだの？このゲーム、マジですぐ死ぬから、エイペックスとかと同じ感じで戦ってると、ストルのヘッショでもワンパンで死ぬし、己欲も夜派を殺したなぁ。夜派を倒した軽装マンが装備を奪いに来たところを迎撃と。いやまずい、うちの一番強い奴が自己死するのは本当にまずい。将棋で飛車角落ちぐらいまずい。うがい言うと説得力ちげえな。いやしかし私は今ブルジュア装備で金になってます。今日ものどかな山奥で、身分相応の総額8万円ぐらいの装備に、身を包んだ私の名前は草の人。今私はとある事情で全てを失ってしまい、再起を図るために初心者を待ち伏せしているの。おお、初心者がよくやってくる場所で待ち伏せとは、さすが草の人チャンネル、やることのベクトルが斜め下ですね。褒めるな照れる。このゲームにはタスクと呼ばれる、クエストのようなものがあって、今いる場所は、初心者用タスクの目標地点、ユーセックキャンプと呼ばれる場所になります。早速2人分ほど足音が聞こえますね。ここウッズと呼ばれる森のマップは、コンパスを持たない初心者にとって、富士の樹海にも等しい、一人歩き不可能マップ、必ずと言っていいほど親御さんが伴走しています。つまり、その複数人組の戦闘を走る保護者さえ不意打ちで倒してしまえば、強い装備を奪うことも、初心者の装備を追い剥ぎするのもたやすい。かなり警戒心の強い奴らですね。めっちゃ警戒してますよ。お、足音が近いぞ。別の場所での戦闘音に焦って早くタスクを済ませようと、保護者がキャンプ内を強引にクリアしようとしてきました。この後、一緒にいたであろう初心者は逃げてしまったようです。普通はパニックって親の装備を守ろうとして、装備の回収に来るんですけど、通話している親がよほど冷静だったのか、撤退を選んじゃったみたいですね。ちなみに親の装備も大した装備じゃありませんでした。撤退を推奨した理由の一つなんでしょうな。そもそも100万円を超える装備をレイドに持ち込むやつが少ないんですよ。大体軽装できますからね。世知辛いな。最近エイペックス動画ばっかりで出番が少なかったのでね、当チャンネルの暗黒知性こと私、キメイマルが、本当のこのゲームの楽しみ方を教えて差し上げましょう。うおー、絶対ろくなことにならないの来た。一体今日は誰が不幸になるんですか？レイムさんは、待ち伏せする場所がナンセンスなんですよね。いやいや、初心者がやってきやすい場所の茂みに隠れて、しっかり成果まで出したじゃないですか。初心者の時、上級者の保護者と一緒に遊んでると、ここは狙撃される可能性があって危ないから気をつけろ。
そうやって教えられた場所ってありませんか？ああ、なるべく早く駆け抜けろって言われたけど、まだ実際には撃たれたことないんですよね。裏返せばなるべく早く駆け抜けるしか上級者にも対策がなく、ましてや便利なルートだから、ほぼ毎回利用するしかなく、滅多に襲われないから警戒はしてるけど、油断しがちなんですよ。ということで、金作マップのメッカ、カスタムの川に来ました。うわぁ、ここめっちゃ気をつけろって言われるんですよね。川を渡る際にはほとんど遮蔽物がなく、両岸の河川敷には草が生い茂り、無限に潜伏できますからね。もはや何をどう気をつけろというのかわからんレベルで危ないですが。でも私まだ渡ってる最中に撃たれたことないですよ。基本的に、待ち伏せって美味しくないんですよ。そもそも川を渡らずに脱出できるポイントもいくつかありますし、仮に枯れたとしても、やってくる敵がいいアイテムを持ってるとも限らない。だったら上級者たちは、いいアイテムが落ちてる場所にさっさと行って、敵を倒して奪った方が早いですからね。おっと、何か足音が近づいてきましたよ。Stand by. Stand by. Beautiful.これが私のお気に入り武器が一つ、MHA スプリングフィールド、US です。ちなみに今のやつはスタート直後ということもあり、あまりアイテムを拾い集めてきてなかったのでゲロマズでした。マジでただ US の餌にされただけじゃないか。本当の US ってやつは、格別の味なのですよ。今のはただの狩り、US には付加価値がなければなりません。EFT US 部に入部したい方は、まずは自己推薦書をご用意いただくことになります。部員全員似ちゃってそう。私がここで感じる最大の US は、やはり子連れ狼の子を飼った時ですね。でも、親の方が絶対装備強いですよね。逆襲してくることとか考えたら、まずは先頭の親からやるべきなんじゃ。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。今回は3人組のようですね。スタンバイ。スタンバイ。ビューティフォー。まずは一人、MHA は素晴らしい銃ですね。後ろ姿を確認した感じ、最後尾が一番初心者っぽかった。でも、先頭を走ってた人も先導役ってだけで、そこまで強そうなムキムキ野郎には見えませんでしたね。さて、彼らは川を走り抜けず、川の中腹にあるコンテナで、立ち止まって混乱してしまっているようですね。そりゃまあ、突然川を渡ってる最中に一人死んだら、一撃で仕留めたので、対岸にいるのかこちら側にいるのか、それすらも分かっていない状態でしょう。ですがもはや彼らは渡り切るしか選択肢がありません。先導役はさぞ無念を噛み締めているでしょうな。うげ、お前まさか、殺した方じゃなくて、生かした方で優越感じちゃうタイプかよ。ついてきて、と言いながら颯爽と前を走り、自分の選択した、自分がチェックした道で後続が死ぬ気持ち、さぞ悔しいでしょう。私、あまりの無念の共感に、とてつもなくお悔やみ申し上げてしまいます。これが実況者のやることかよ。あまりにもお悔やみ申し上げますので、もう一人ぐらいそっちに送って差し上げますね。ああ、味方の装備をなんとか回収しようと。はい、足を打ち抜きました。あなたはもう走ることができません。対戦ありがとうございました。鎮痛剤決めてないから、急な狙撃に焦ってしまうとね、当たり前の行動も取れないという人が多いのですよ。しかも最後の一人のうろたえよう、多分今殺したの親の方ですね。先行く子にはビル機会を与えてしまうとは、私も丸くなったものですね。いやー、楽しい。楽しいですな。エイペックスでは絶対に勝てない3対1でも、このゲームでなら勝てる、これこそが戦場ですよ。エイペックスは結構戦闘が正々堂々系だし、敵が硬いから、それこそワンパンなんかほとんどできないからな。ラスト1人は気がついたら逃げちゃってましたが、この後20分ほど待って奴らの装備は美味しく回収させていただきました。残念ながら戦果と言えるほどのものはありませんでしたね。USB への入部をお待ちしております。1日1歩、3日で3歩、4が稼いで、他がまく。どうも、インターチェンジゴミアサリ部のヨウムちゃんです。さっきちょうどここで死んだ動画を見た？キバストアは激戦区ニョンからね。仕方ないニョンよ。ちなみにさっきまでやってたのは PMC モード。プレイヤーキャラとして出撃して、死んだら装備全ロストするモードニョンね。このゲームには、なんと NPC のスカブに紛争して、すでに開始されてるレイドに紛れ込む、スカブモードもあるニョン。装備やアイテムはゲーム側が支給してくれるので、初心者の練習や、さっきみたいに破産しちゃった場合の救済措置にもなり得るニョンね。ただ、すでに美味しいアイテムのほとんどは先にレイドに突入している。PMC の皆さんが根こそぎ漁った後ニョンから、基本的には残ったゴミと、死体を漁るスカベンジャー用となるニョン。まあ PMC たちがバチバチにやり合って、脱出した後だったりするので、大体は同僚者同士の縄張り争いぐらいしか起こらないニョンね。つまり、元でゼロで持って帰ったアイテムを売れば、持って帰っただけそのままプラスになるニョン。今何気なく漁ってたのは、このマップのボスの遺体ニョンね。さてさて、他に美味しい物資持った死体はないかなっと、キバストアは警報すら鳴ってないニョンね。まったく PMC の人たちは何をして、嘘でしょ？うまーい。すごいすごい、ヘッドセットに、バイザー付きガチヘルメット。確か MP7A2 って、ノーカスタムでも10万円近い値段ニョン。なんでこんな場所で死んでるニョンか。というか、なんで殺した奴もノータッチで放置してるニョンか。リブっていう胸ポケットも、ボディアーマー機能付きで、これまた結構な量のアイテム収納できるやつ。
危ない危ない。あさるのに夢中すぎて、接近に気づくのが遅れたにゃん。とりあえずここは危険すぎるから、自分のバッグから荷物輸送して、バッグやリブをそのまま相手のに背負い直して、中身の確認は少し離れた安全な場所でやるにゃんよ。そういえば、倒した相手が、ピカブなのか、PMC だったのかの判断ポイントとして、トップタグを持ってるかどうかというポイントがあるにゃん。他にも色々あるけど、初心者のみんなのために一旦置いといて、その死んだプレイヤーのトップタグには、いつ、誰が、誰に、どんな武器で殺されたのかが記録されてるにゃん。つまり、この結構がっつり装備ってる彼が、何に殺されてしまったのかが分かっちゃうわけにょんね。ちなみになんてことはナイスカブにヘッドショットで殺されてました。確かにバイザーの左側が割れてるにょんね。結局これだけがっつり準備しても何のことはなく NPC のスカブに殺されて野たらしになり、にょんみたいなプレイヤースカブに装備を根こそぎ持っていかれる。まさしく所領無常なゲームがエスケープフロムタルコフにょん。こういう人生一発逆転要素もあるから、装備を失ってしまったショックから立ち直り、また懲りずにレイドに旅立つという悪いループに入ってしまうんだにょんね。オッス、インチェゴミアサリブのヨウムさんチース、うっす、タルコフ山財部のレイムさんチース、どう、バッチリ稼いでる。売り物にはならないけど、結構いい感じの装備拾えました。こっちはさぁ、キメイマルが MHA スプリングフィールド US ロストしたってさ、あのジャークが無事殺されてくれて安心したにょん。いや待って、あれ結構な値段する武器だったような。30万円ぐらいだってさ、なんですぐに散財しちゃうの。にょんがこんなにコツコツ貯めたお金、なんですぐなくなってしまうん。ヨウム、次の動画は機関銃を乱射する動画を撮りたいんだが。ねえ待って、弾がいいってさっき教えてもらったよね。このゲーム銃弾もタダじゃないって聞いたよね。ヨウムさん、何やらアンシスコープの上位互換でサーマルスコープというものがあるらしいですね。スコープだけで100万円するらしいですぞ。ねえみんな、まず自分でお金稼ぎしない。無限に時間が解けるゲーム、エスケープフロムタルコフ、2年越しにようやく楽しさが分かってきたので今回動画にしてみました。 PC 版しか存在しないので知らない人も多いゲームだと思いますが、いろんな実況者さんの切り抜き見てるだけでも天国と地獄が感じられて面白いです。私のおすすめはシャカさんやスタムさんですね。なお紹介の許可は取っておりません。接点ないからね、仕方ないね。もしこのゲームが面白くて次回が見たい人はぜひ高評価お願いします。高評価たくさんついたらまた散財装備でいっちゃうぞ。間違えてもいかないでね。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。